どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。マリサ、この前テレビで言っていたけど、地震は震度8以上は存在しないそうだよ。そうだぜ。じゃあ、なんで震度8以上の地震が存在しないのか知っているか？いや、全くわからないよ。なんだよそれ。テレビで学んだんじゃないのか？冒頭だけ見て、寝ていたからね。なんじゃ、そりゃ。まあまあ、そう興奮せずに解説よろしくね。任せろ。まずは、震度について考えていこう。震度とは、地震の強さを表す尺度なんだ。それで、冒頭でも言ったように、震度は0から7まで存在するんだぜ。私は、震度10くらいまであると思っていたわ。まあ、震度のことを、霊夢が間違えて覚えていても、おかしくはないんだ。え、そうなの？なぜなら、ある調査によると、日本人の半数近くが、震度が7までであることを、知らないんだぜ。なるほどね。じゃあ、私が知らなくても、不思議ではないってことね。おいおい。それで、震度は、どうやって測っているの？震度は、震度計によって測定されているぜ。また、この震度計は、日本各地にあり、どんな地震でも、正確に測れるような体制が、整えられているんだ。やっぱり、日本は、地震が多いからね。正確な情報を得るためにも、たくさんの震度計があってほしいと思うわね。確かにな。それで、霊夢、ついでに質問だが、震度とマグニチュードの違いについては、知っているか？全くわからないよ。自信を持って、言わないでくれよ。ごめんな。普通に謝ってくれよ。いや、少しでも目立ちたいと思ってさ。そうか、頑張ってくれ。それで、話を戻すけど、震度とマグニチュードの違いは、地震そのものの強さと、生活している場所での揺れの強さが違うんだぜ。具体的に言うと、震度はある大きさの地震が起きた時に、私たちの生活している場所における揺れの強さのことを表しているんだ。また、マグニチュードは地震そのものの大きさを表しているんだ。その他にも、マグニチュードと震度の関係は、例えば、マグニチュードの小さい地震でも、震源からの距離が近いと、地面は大きく揺れ、震度は大きくなるんだぜ。逆に、マグニチュードの大きい地震でも、震源からの距離が遠いと、地面は、あまり揺れることはなく、震度は、小さくなるんだぜ。なるほどね、それでさ、震度は、0から7まであるって、さっき言っていたけど、震度0って何なの？震度0だったら、地震そのものが起きていない、と思ってしまうわ。言いたいことは、わかるぜ。だけど、私や霊夢が、揺れていないことに気づかないだけで、震度0でも、揺れは発生しているんだ。え、そうだったの。全く知らなかったわ。これを見てくれ。どれどれ？これは、気象庁が発表している、気象庁震度階級関連解説表なんだ。この表を見ると、震度0が存在することはわかると思うぜ。本当だ。震度0は、人が気づかない程度の揺れだけど、地震計には、計測されるって記載されているね。そうだな。ただ、ニュースなどでは、震度0の地震が起きたことを報道するわけではないから、なかなか聞き慣れない言葉だけどな。次に、計測震度と、震度について話していくぜ。どっちも、同じじゃないの？まあ、似ているけどな。具体的に言うと、計測震度は、計測震度計により、観測された地で、観測地点の揺れの程度、強さ、を示す指標なんだぜ。ほうほう、それで、計測震度は、どうやって求めるの？ 1、デジタル加速度記録3成分、水平動2成分、上下動1成分の、それぞれの、フーリエ変換を求める。2、地震波の周期による、影響を補正するフィルターをかける。3、逆フーリエ変換を行い、時刻歴の波形に戻す。4、得られたフィルター処理済みの3成分の波形を、ベクトル的に合成をする。5、ベクトル波形の絶対値が、ある値 A 以上となる、時間の合計を計算したとき。これが、ちょうど 0.3 秒となるような、A を求める。6、5で求めた A を、I イコール、2ログ A プラス 0.94 により、計測震度 I を計算する。計算された I の、小数第3 A を四捨五入し、小数第2を切り捨て、計測震度が、算出されることになるんだ。マリサ、日本語をしっかり喋ってよ。日本語で解説しているだろ。私には難しすぎるわ。確かにな。専門用語が多すぎるので、ものすごく簡単に言うと、四捨五入をして、計測震度を出すことができるんだ。それなら、ようやく理解できるよ。それで、震度は、どのようにして求められるの？それは、計測震度から求められるぜ。具体的に言うと、それぞれの震度には、計測震度の基準があるんだ。まず、震度0に関しては、計測震度が 0.5 未満。次に、震度1は、計測震度が 0.5 以上、1.5 未満となっているんだぜ。また、テレビでは、計測震度ではなく、四捨五入した後の、震度の値のみを、報道するようにしているんだ。
確かに、計測震度とか色々と言われても、よくわからないもんね。それに加えて、震度0は、先ほども説明したように、頻繁に発生しているので、報道されることはないんだぜ。じゃあ、報道する基準は、どうなっているの？一般的に、震度1から報道することになっているな。なるほどね。ただし、震度1を報道する際には、大々的に行わない場合もあるんだぜ。確かに、緊急地震速報などで、震度1の速報は見たことないわね。それで、ふと思ったんだけど、地震の強さは、10段階と言われることがあるでしょ？確かに、言われているな。でも、震度0から震度7までだったら、8段階になると思うんだよね。まあ、気持ちはわからなくはないけど、地震には、弱と強という強さの基準があるので、10段階となっているんだぜ。あ、確かに震度5強とか、震度5弱とか、ニュースで言っているのを、聞いたことがあるよ。そうだろ、じゃあ、ここで、震度の段階を見ていこう。わかったわ。まずは震度0、次に震度1、それから震度2、震度3、震度4となっているぜ。それで、震度4の計測震度は、3.5 以上、4.5 未満となっているんだ。ほうほう、それで、ややこしいのはここからなんだよね。そうだな。次に、震度5弱となっており、計測震度は、4.5 以上、5.0 未満となっているんだ。それから、次に、震度5強となり、計測震度は、5.0 以上、5.5 未満となっているんだ。なるほどね。じゃあ、震度6は、どんな感じなの？震度6は、震度5と同じで、震度5強の上に、震度6弱があり、計測震度は、5.5 以上、6.0 未満となっているんだ。その次に、震度6強となり、計測震度は 6.0 以上、6.5 未満となっているぜ。じゃあ、震度6強の上が、ようやく震度7となるんだね。そういうことだぜ。でも、どうして震度5と震度6は、弱と強に分けられているの？それは、少し前に軽く触れたけど、阪神淡路大震災が起きた際に、同じ震度5のエリアや、震度6のエリアで、地震の被害が、大きく異なっていたからだな。そのため、気象庁は、震度5と震度6を弱と強に分けることにしたんだ。確かに、震度が、そんなに変わらないのに被害の差が大きかったら、大変だもんね。そういうことだぜ。じゃあ、震度やマグニチュードの基礎的なことが、分かったと思うので、次は、震度8や震度10が存在しない理由を、解説していくぜ。よろしく。それで、私が、すぐに答えを言ったら面白くないので、霊夢、なぜ、震度8や10が、存在しないと思う？よくわからないけど、今までに計測したことがないからじゃないの？おっいいぜん、言っているぜ。本当、実はね、私は幼い頃は、昆虫博士になりたかったんだよね。全く関係ないな。確かに、言った自分が、少し恥ずかしかったわ。それで、具体的に話を進めるけど、震度8や10が、存在しない理由の一つが、先ほど霊夢が言ったことなんだぜ。そんな単純な理由だったとは、思わなかったわ。でもさ、本当に観測していないの？観測していないぜ。本当に？本当だぜ。じゃあ、近年発生した地震の震度を見ていこう。まず、震度5弱、震度5強が設定されるようになった地震である、阪神淡路大震災では、震度 6.6 が計測されているんだ。次に、2004年10月23日に発生した、新潟県中越地震での計測震度は、6.5。2011年3月11日に発生した、東日本大震災の計測震度は、6.6。2016年4月14日に発生した、熊本地震前震の計測震度は、6.6。2016年4月16日に発生した、熊本地震本震の計測震度は、6.7。2018年9月6日に発生した、北海道胆振東部地震の計測震度は、6.5。このように、過去の大地震でも、震度7を超える地震は、発生していないんだ。なるほどね。じゃあ、仮に、計測震度が、7を観測すれば、震度8が、作られることになるの？そうだぜ、震度8が誕生すると言われているな。まあ、そんな地震は、絶対に起きてほしくないけどね。そうだな、また、先ほど紹介した理由以外で、震度8や10が存在しない理由があるんだ。ほうほう、それは、どんな理由なの？まずは、震度8を観測する揺れは、物理的に、地球上では発生しない、と考えられているからだな。どうして、発生しないの？まあ、細かいところをいろいろと考えると、長くなるので簡単に言うと、震度8を観測する地震が発生すると、地球が割れてしまう、と考えられているからだな。なるほどね。地球が割れてしまったら、観測どころではないからね。それで、もう一つの理由は、震度8や震度10を作っても、意味がないからなんだ。具体的に言うと、地震が発生すると気象庁からすぐに震度が発表される。
このことは、発生した地震の規模を、いち早く国民に対して知らせる目的があるんだけど、実は、他の目的もあるんだぜ。他の目的って何なの？それは、地震が発生した地域を中心とした、被害状況の推定だぜ。もしかして、震度によって、被害状況を国が推定しているの？まあ、大きく言うと、そんな感じだな。わかりやすく言うとな。霊夢、震度1の地震が発生した時に、まず何を思う？地震があったのね、くらいの軽い気持ちだね。じゃあ、逆に、震度5強の地震が発生した時は、どんなことを考える？地震が発生した地方に、身内がいないか考えて、もし身内がいたら、急いで電話して、安否を確認するわね。まあ、基本的にはそうだよな。つまり、霊夢の頭の中では、震度を聞いただけで、瞬時に、被害状況を推定していることになるんだぜ。確かに、言われてみればそうだね。先ほどのことは、各所機関でも同じなんだ。ほうほう。例えば、海上保安庁や防衛省は、震度5弱で、地震の被害の状況を確認し始めるぜ。その他にも、総理官邸では、震度6弱で、発生した地震に対する緊急参集チームが、参集することになるんだぜ。ここで、話の本題に戻るけど、震度7以上の震度を作成しても、被害推定は、最大レベルであることは間違いないから、現地からの情報を待つことなく、最大限の対応を行うことになるんだ。なるほどね。だから、震度8や震度10を作っても、意味がないということになるんだね。そういうことだぜ。じゃあ、仮に、震度7以上の地震が起きるとすれば、どんな時なの？そうだな。震度7以上の地震が起きる可能性は、全く否定することはできないけど、先ほども言ったように、物理的に不可能だとする考えが、一般的なんだ。物理的に無理なら、ひとまずは安心だね。いや、そうでもないぜ。自然のエネルギーは、甘く見ると、とんでもないことになるからな。じゃあ、もしかして、震度7以上の地震が起きる可能性が、あるの？はっきりしたことは言えないけど、震度7以上の地震が発生する仮説は、次の内容だな。1、隕石が地球に衝突する。2、地球が割れる規模の地震が起きる。これら、2つが仮説として考えられているな。どちらも聞くのが怖いけど、教えてくれる？まず、隕石の衝突に関しては、地球の長い歴史から、考えられた仮説なんだ。具体的に言うと、恐竜が絶滅してしまった原因は、隕石が衝突してしまったことだと考えられているので、その時と同じくらいの隕石が地球に落下してしまうととんでもないことになるぜ。その時は、もう地震云々の話ではないでしょ？そうだな、地震に津波、気象異常などが重なり、人類は絶滅してしまうと考えられているんだぜ。やばすぎるわね。絶対に隕石が落ちてほしくないわ。それで、もう一つの、地球が割れる規模の地震って何なの？それは、地震の原因であるプレートが、割れたりした時に、発生すると考えられているぜ。プレートが割れる。じゃあ、人類はどうなってしまうの？考えたくもないが、とんでもないことになるのは間違いないぜ。でも、プレートが割れることなんてあるの？基本的にはないと考えられているな。だけど、あくまでも、自然の話なので、全くないとは言い切れないんだぜ。さて、今回は、震度8以上の地震がない理由を解説したぜ。やっぱり、日本は地震大国だから、地震には注意していきたいね。そうだな、それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。